はい、こんにちは。シンガーソングライターの井田正樹です。今日は iPhone で録音するときにおすすめのマイクについてお話したいと思います。最後までよろしくお願いします。iPhone でね、録音するときに、まあこの iPhone にね、元からついてるマイクで撮るのもそんな悪くはないけど、やっぱりね、もうちょっといい音で撮りたい人もいると思うんだよね。そんなときにおすすめのマイクがあります。こちら、これなんだよね。これがこのシュアーの MV88 っていうマイクです。で、これね、こう iPhone のさ、コネクタにこうブスって挿してもそのまま使えるんだけど、こうね、挿した時にこう向きも変えられるんだよね、マイクの。これがね、結構便利で、すごくこれね、高品質なマイクです。で、こういうケースがついてきて、これの中にね、スッて収まるし、さらにこういうアクセサリーもついてます。で、これは何かっていうと、このね、マイク自体にね、こう取り付けて、風の音ボーっていうのが入らないようにするためのこういうね、アクセサリーもついてます。で、実際このね、シュアの MV88 っていうマイクがどんな音でね、撮れるのかっていうのを今からちょっと実験していきたいと思います。通常のね、 iPhone、 僕今 iPhone10 を使ってるんですけど、 iPhone のマイクで撮るとまずこんな感じ。まあ悪くないでしょ。で、じゃあこれでシュアの MV88 で撮るとどうなるのかやってみます。シュア MV88 で撮るとこんな感じ。どうでしたか？だいぶ違うのは分かってもらえると思うんだけど、やっぱね、このね、シュア MV88 で撮ってると臨場感がある音になると思うんだよね。こう、なんだろう、その場で聴いてるような音で撮れるっていうのがすごくいいなと思ってます。で、専用のアプリっていうのもあって、それを使ってね、どのぐらいの幅で撮るのか、要はこのこう大きく撮るのか狭く撮るのかとか、そういうことも設定できるので、なかなかね、面白いマイクだなと思います。なので、iPhone 1台でね、例えばライブビデオを撮りたいとかっていう場合って、まあ、iPhone のね、ほんとマイクもさ、だいぶ良くなったから結構綺麗に撮れるんだけど、このね、シュア MV88 を取り付けるだけですんごいやっぱいい音で撮れるから、すごいおすすめです。ということで、今回は iPhone にマイクを取り付けるならシュアの MV88 がおすすめだよっていうお話でした。最後まで見てくれてありがとうございました。やっぱね、いいマイクで撮った方がいい音で撮れるし、何よりね、さっき言ったみたいに手軽に持ち運べるっていうのが一番いいよね。すぐに使えるし。だから、まあ、他のメーカーからもこういうの出てますけど、僕はもう圧倒的にこのシュア MV88 っていうのがおすすめです。よかったらあなたも使ってみてください。それではシンガーソングライターの井上崎でした。また会えるの楽しみにしています。それじゃあ、またね。バイバーイ。はい、ここで僕からお知らせがあります。ギターを始めたばかりの人でも、音楽理論が全くわからないっていう人でもね、自分の曲作ってみたいと思いませんか？結論から言うと作ります。僕がこの10年間以上の音楽活動の中で、時間もお金も使って学んできたことを、全15話合計70分の、動画コンビの中にギューッと凝縮して無料でプレゼントしたいと思います。イエーイ。例えば、まあ、シンガーソングライターに憧れてるんだけど、どうやってなればいいかわからないっていう人とか、ギターのコードって難しくてちょっと押さえるのっていう人とか、ギター、まあ、少しは弾けるけどちょっと表現力に自信がないんだよねとかいう人とか、作詞してみたいんですけどどうやってやっていいかわからないですっていう人とか、曲作ってみたいけどどうやっていいのかわからないなっていう人とか、
あとはもっと気軽にね、自分の曲を作ってみたいんだけど、私なんかできるのかなとか、僕なんかできるのかなっていう人とかね、あとは自分もこうステージの上に立ってライブをしてみたいっていう人にはね、ぴったりの内容になってます。で、本当に最初に言ったけど、お金は十分払ってます。登録方法は、パソコンでもしこれを見てくれてる方の場合は、YouTube のこのもっと見るっていうとこをこうピッと押してもらうとふーんって出てくるんで、そこのリンクを押してもらってメールアドレスを打ち込んでいただいて登録してもらうと第1話が届きます。で、スマホで見てくれてる方はですね、三角のマークみたいなこうあるところだけそれピッて押すと、やっぱりそのリンクがねさーって出てくるから、そこを押してもらって、メールアドレスを打ち込んでもらって登録してもらうとすぐに届きます。で、パソコンでも、スマホでもどちらでも見れるので、ぜひ登録してみてください。それでは最後まで見てくれてどうもありがとうございました。シンガーソングライターの飯田将暉でした。動画講義の中でアイドルを楽しみにしています。それじゃあまたね。